伊藤淳也を訴えたのは、お前らが嘘だったら、承知しねえからな。伊藤淳也を訴えた女二人の正体、実名顔写真が、 ついに、特定される。ええー、どうも、こうすけです。本日はですね、えー、大変なニュース、書いてまいりまして、なんと、伊藤淳也を訴えたアニメの A 子と B コが、どうやら、え、ネットの特定犯によって特定されてしまいまして、実名顔写真がすべてね、え、SNS で出ちゃってまして、そこらへん伊藤淳也を訴えた女性がどういう人かっていうのを深掘りしていきたいと思うんで、え、最後までお付き合いいただければと思うんですけれども。でね、なんと、ここに来て伊藤淳也、スタッドランスの試合に出場するんということになってまして、指揮官が、ね、起用を示したしたと。 いうことでね。日本代表のチームから離脱してすぐスタートランスに合流した伊藤なんですけれども、クラブ側の公式ツイッターを更新して、えー、まあ伊藤が普段通りに練習を取り込む姿が公開されていたと。で、そんな中、同メディアでスティール監督は、私は彼にフットボールの外で何が起こっていても、サッカー選手としてプレーする準備ができているのであれば。 我々のためにプレーできると言いましたと語り、週末の試合で伊藤の気を示唆するということでね。ピッチの外で何か起きようと、まあサッカーをやってくれればいいということで、伊藤を信じてるっていうことですね。伊藤はピッチ界の出来事で心身ともに疲弊していることも懸念されているが、指揮官は疲れていると感じたのは週の初め。で、それはカタールから移動してきたからだとし、トレーニングは熱心で実施でとても良かったとコメント。暴力告発されたストライカー、土壇場で番狂わせがなければ、 ロリアンに遠征するということで、まあ、トレーニングに熱心な自主的っていうことなんで、 耐えられて逆告訴もしてるんですけれどもメンタル的には問題ないということなんで,で伊藤を告発したと噂される女性2名なんですけどねこちらになりますね伊藤淳也を告発したと噂される2名の実名があるんですけどこれ言っちゃうとまずいんで言えないんで、まあ、本当に実名を知りたい方はねあのツイッターの方で調べれば簡単に出てきますんでねそれ拡散はちゃあまずいです皆さんしたらあ大変なことになりますので,でちなみにペルー戦は2023年6月20日でその試合後の深夜に問題 問題が起こったとされているが、同年6月22日にはサッカー観戦が楽しみだったと元気に投稿していたということですね。こちらですね。えー、サッカー観戦が楽しかったと。えー、まあ、これは削除されているんですけども、で、順矯正成功を受けた2日後に何事もなかったように投稿できるのかと。 本当に心的解消を受けてるのということでね、この2名の女の子ですね。もう、正直派手な女の子。遊んでる子、ギャルみたいな感じでめちゃくちゃ可愛いですね、正直。すっごい可愛い。まあ、ちょっと顔はさすがにさらしちゃうとやばいんで、えー、まあ、これはモザイク入れさせてもらったんですけれども。で相当可愛いですね、これね。まあある,ある程度持ってるか持ってないかわかんないんですけれども、持ってたにしろめちゃくちゃ顔整ってめちゃくちゃ可愛い子ですね。で、こちらまあインスタとかあるんですけれども、 迫力あってとっても楽しかったみたいな投稿してると。で、その一人目のインスタ、実名も,もちろん言えないですし、こういう感じで非常に今時のすごいパリピ的なギャルの子と、あともう一人この子ね。この子も普通にすごい可愛い女の子ですね、普通の。 で、Z リー氏が今回の件に注目の発言をしてまして、身長の記事を今更読んだけど、相手が伊藤淳也だろうが何だろうが、簡単にホテルに飲みに女の子が行くのは良くないと思うと。で、その A 子さんっていうのはそもそもカラオケで二人きりになれる個室撮影会とかも50分1万5千円で行ってると。で、ああいうのも危険はあると思う。で、B 子の撮影会は60分1万円ということで、えー、A 子の方が高いと。B 子の方がどっちかというとリーズナブルっていう。 ということなんですけれどねこれそういうことをやってるんじゃないかやってると噂されてるってことですねでそれがなんかこのアメブロのえまあその実名書いてあるんでまあこれはもちろん伏せてるんですけれどもそのモデルのこのタイムスケジュールみたいな感じ形ですね個人撮影会かカラオケのねこういう風に50分で10分ごとに間隔で受け付けてるとでそのプロフィールみたいなやつなんですけれどもまあこちらねユーザー名名前で自己紹介しばらくインスタで行きますと生年月日まあちょこれも個人を特定されるんである程度は 普通させていただいてるんですけれども。まあ、若いですね。若い。20代の女性。で、地方ですね。で、こういう、あ、る中で。で、こちらのインスタのアカウントはもう削除されてるんですよね。もう結構特定する人がぼちぼちいて、ここにアクセスして多分大変なことになっちゃうんで、おそらく早めに自分で SNS から身を引いたと思うんですけれども、本当のところはわかんないです。正直ね。ただ、やっぱこう、この方の投稿の通り、そういうことされたのに2日後に何事も,もなかったように投稿できる。 それが BTSD 受けてるって本当なのって疑わざるを得ないような感じなんで、まあ確かにめちゃくちゃ可愛いっちゃ可愛いです。で、ツイッター上である程度情報はね、実名とか顔写真とかは調べれば出てくるんで、ただ、それを拡散するっていうのは非常にまずいんで、ある程度、あ、こういう人なんだなって、おののが分かれば別にいいのかなっていう感じなんでね。すごい意外な人物でしたね。ということでね、今回は伊藤純也を訴えた女二人の正体、実名顔写真が特定される。伊藤純也は今後どうなるのかというね、 おじになりました。えー、こういう形でね、旬の芸能ニュース、公式切っておりますので、え、チャンネル登録して、またご覧いただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。